三城一州一月十二日から1994年5月28日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大佐。旧名辰吉茨城県で農家の三シ捨て次郎の次男として生まれる。高輪中学を経て、1920年8月26日、海軍兵学校第51期入学。同期に小園安明。 山本雄二、鳥畑栗武氏らがいる。1923年7月14日、海軍兵学校51期を卒業。少位候補生、練習管理乗り組み。1924年12月、海軍商位任官。1927年9月、霞ヶ浦海軍航空隊17期飛行学生。1928年5月、 横須賀海軍航空隊付1929年11月、国際連盟帝国代表図委員を務める。1931年11月、空母、法省分隊長。1933年12月1日、海軍大学高校衆33期入校。1935年11月、卒業。1936年10月、空母、 加が飛行隊長に就任。第3航空船隊参謀に着任。霞ヶ浦航空隊協会に着任。第4航空船隊参謀に着任。1938年、第2連合航空隊参謀に着任。第2艦隊参謀に着任。1939年11月、海軍中佐に昇進。 11月15日、軍令部第一部大作戦下航空主務部員に着任。1941年昭和16年12月8日、太平洋戦争開始。1942年4月、連合艦隊が発案したミッドウェイ作戦に3台ら軍令部は反対し FS 作戦を主張した。3台は、 敵の大型機がハワイから支援可能なのに対し日本は基地航空部隊の能力から付近の作敵ができないこと攻略して敵の艦隊を誘い出し決戦するというが相手は不利ならば他にも手があり出てこないであろうことミッドウェイを取れても敵の艦隊がある限り確保できないこと FS 作戦で西から攻めれば 敵の空母は出てくるし、ミッドウェイより容いであることが理由だったという。これに対し、連合艦隊参謀の参ギ義ウは、フィジー方面の作戦に関し、軍令部側相当異のあるがごとし、いずれも乱理論に近し、特に同方面により、米合交通を遮断しとくと考えるは、子供の議論なり、と日記に残している。 最終的に連合艦隊も歩み寄りニューカレドニア、フィジーは攻略確保しサモアは、連合艦隊長官、山本56の意向で攻略、破壊後は引き上げる計画になった。戦後、三ンは FS 作戦について、オーストラリアを本拠地にして反撃されるのを防ぐため、ニューカレドニアはじめできれば、豪州北東一部占領する計画。陸軍がうんと言わず引っ込めた、フィジー。 サモアまで手を出さずその辺を抑えれば、補給を立ち攻撃して、米豪を遮断すると答えている。蘇我清少尉はそれに対し、日本はアメリカにとてもかなわないと言いながら改戦すると、オーストラリアを取らないとダメと大言相互している。ここまで取らなきゃいかん。取ったら、ここからやられるからまたここはいかんという、富岡さんや、三城さんなんかは敵を知らず、己を知らなかったと批判している。 さらに軍令部は、アリューシャン西部用地攻略を、ミッドウェイ作戦と同時に行う案を加えた。三代は、アリューシャン西部に進出し込め大型機による、本土空襲、米ソ連絡を妨害しシベリアの米航空基地下を、防ぐ案とし、キスカとミッドウェイで、哨戒機を往復させ空母接近を防ぐ意見も出たが、切があるため不可能で反対したという。 6月、ミッドウェイ作戦が失敗すると、海軍はガダルカナル島に進攻して、米豪分断の目的を達成しようとした。この際に行われた海軍のダルカナル島の飛行場造成は計画性がなく、それをめぐる戦闘でも陸海軍に大きな被害を出す結果になった。3代は、ガダルカナルに陸上飛行場の敵地はあるが、 飛行機を配備するにはまだ不足しているので水蒸気でやろうと考えており、飛行場の造成に関しては、軍令部は知らず、現地部隊の第四艦隊が勝手に始めたものと戦後証言している。しかし、設営隊本隊のガトー上陸の翌7月7日、軍令部作戦課は参謀本部作戦課に FS 作戦の一時中止を正式に申し入れ、 カダルカナル陸上飛行基地という文書を提示している。12月24日、第11航空艦隊参謀に着任。1943年1月4日、南東方面艦隊参謀を兼務。10月1日、第732海軍航空隊司令に着任。1944年5月1日、海軍大佐に進級。7月10日、 横須賀航空隊副長兼共頭に就任。1945年7月、軍令部出資。三大によれば、特攻隊の指令に志願したが、今はそれより、B、B-29 を何とかしないといけないから、軍令部で研究するように言われたという。1945年8月、終戦。12月、予備役に編入。ありがとうございます。